じゃあ疲れるな。あーこれちょっとね近すぎた。エイちゃんがセッティング中です。ママが顔隠してます。ママが顔がないです。顔隠してます。いつも通りこっち映さないとしょうがないじゃん。あこれはちょっとあれだな、 YouTube にアップできるな。いやこれどうやって撮ったらいいの？ですね、ユリ公園じゃなくてなんだっけ？ユリ博。ユリ博に来てます。ハンターマウンテン。ハンターマウンテンユリパークのスペシャルコラボレーションでお送りするリリーインザマウンテン。このプログラムはハンターマウンテンユリパーク限定でお送りしています。ナビゲーターは私リリオベリーアナウンサーの佐藤。忙しい。日本最大級およそ3万坪、10万平方メートルという広大な敷地に立ち寄っています。忙しい。ああ歩いても下に降りれる。この百合すごい綺麗だね。色がいろんな色が。いろんな色あって驚いちゃう。ねえ。これもうアップでも撮ってもいいかもね。ああ過ぎちゃった。アップにしたら途端終わっちゃったよ。もう一回行かないよ、やだよ。歩いて降りてもいい。ですね、これはね、これ何？松じゃなくて？見えないよ、もう見えない、やめて。やめてって。あのね、恥ずかしいんですけど、言ってください。遊歩道の方にも百合がたくさん咲いております。リフトの方からでは、横にしか見えません。リフトの方は暑くないね。この通り。よくちゃんと帽子飛ばないね。私に飛ばない。ぎゅっとぎゅっと。ですね、関東は35度以上あると思います。今これリフトに乗って涼しい感じですね。おっと。そうだね。ベルトないから。ご入園の際にお渡しした。そうだよ、元子ちゃんが。どうしたお母さん、足怪我した？あの変わった指が。綺麗だね。すげえいいな、何それ。それで動画撮れてんの？写真？どっち？写真？そう、俺負けちゃうんじゃないの？みんな撮ってますよ。あ、自分らが撮ってんだ。そうだね、もうあともう撮らないで見よう。これ撮ってばかりとさ、実物を見れないで終わっちゃうならない。ですね、これちょっとアップで写しますね。この感じがいいね、ユリに。このユリがですね、あ、スピードが落ちましたね。ユリがですね、色がすごい豊富なんですよ。子供が乗ってたらおばあちゃんが。ちょっと一番揺れないとこでアップでちょっと撮ってみます。あのピンク綺麗だね。アップで今最大です。よく考えたよね、これいい感じ。この通りね、色がいろんな色のユリですね。驚いちゃいますね、これね。固まってんな、ケントだって。怖いんじゃない？怖いのかな。あ、また綺麗なとこが。高いとこだからね。冬はスキーやんな。そう、スキーやってこれ乗って行って上まで行って降りてきて、うん、あ、この色ね、なんかね、こんなのあったね。この女の知らないね、普通。綺麗だね、このピンクも綺麗。いや、この色すごい素晴らしい。これ多分上まで行けば。すごい、これビデオ話せられないよ、これ。あっちのほら山の方もすごいじゃん、色と色。ああ、今から 4K に直しちゃおうかな。ああ、 4K になったらあっち映るけどね、多分。これ 1K です、今 1K で映してるんで、まあアップにすれば 4K でも 1K でもあんまり変わらないかなと思います。あっちは畑風になっております。この通りですね。このおじさんが何だって、夢中で撮っております。で、降りるの？エリの最中は私とババは降りない。このまま降りない？一回降りるでしょ。降りない、このまま乗って。だってあれ乗せてもらったよね。あ、そうか、
じゃあどうするの？一回降りて、ちょっとプラッとして、ちょっとプラッとして、向こう側にも咲いてるから、うん、じゃあ降りるのね。降りて、それ聞いとかないと。うん、降りるんだって。止まってくれるから大丈夫。止まってくれる。でもなんか歩けないとって言った場合にすごく親切にしてくれてるね。ピンクの指が可愛い。可愛いね。ちっちゃいよね。じゃあ上から見てる。そうだね。あ、止まっちゃった。怖い。揺れる。揺れる。怖い。止まりました。ゆっくり見てください。ゆっくり見てくださいっていうこと。いいよもう。いっぱい見ました。じゃあついでなんでこれドアップどの色がいいですかね。やっぱり黄色いね。あっちも綺麗だね。今たまたま白いのが映ってますけど、黄色も映ってますね。それから赤、これは黄色と赤ですね。こっちがピンク、こっちが赤。これを段で引いていきます。そろそろ降りる準備をして。そろそろ、あー、また止まれた。怖い。うわっ、揺れてる揺れてる。怖い。ガールも辛いとこも揺れて怖いよ。もう揺らしようか。やめてやめて。やめてって言ったら怖がってる人がいるから面白い。あ、やっと動いてくれた。ちょっとこれビデオよっぽど早回ししないと。やばい、早くなったぞ。そろそろ降りる準備を整えるので、ね、はい。あ、後ろの方に見てくれるんですか、また。結構時間かかりましたね。7分ぐらいかかりましたかね。やっと山頂。近くに行くと大きいじゃん。やっと山頂です。ほっとしたところです。まあ全体ちょっと映しますね。こんな感じです。あそこになんだか、あ、何かわかりませんが、ツリーのような、これですね。なんでしょうね、あれはね。足上げて。はい。終わりでーす。あんな遠く行っちゃったの？システムエンジニア、エリナです。本日の、ガイドさん、緊急ガイドさんですね。撮影も同一です。自撮りの上手なエリナちゃん。ちょっとハンモック揺らしちゃいますね。怖い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 。いつになったら止まるでしょうか。
回して悪いぜ、うん、また開いて膨らんでておかしいぜ。ちょっと焦げんだからこれ、えいし、あー寝ちゃうよん。涼しい。北の方では36度7度ですよ。はい、ありがとう、終わり。下りです。いい風が吹いてきます。おそらく山の下は37度ぐらいになってるかなと思います。横はこのようにかなり咲いているのですが、全面ではないですね、ところどころですね。ああそうなんだ、8月末までだそうです。まだ半分しか咲いてませんね。エリナの携帯ってそんなにいっぱい撮れるの？ずっと。ああそういうことか。また止まった。もう止まるのやだね。ちょうどうちだったけど。綺麗だね。こういうのは初めて見た。あ、トンボが来た。あ、トンボだ。トンボが映ってるよ。トンボ携帯に映った。ったああ、ちょっとまた来た。トンボと遊びでーす。トンボちゃん飛び立たない。トンボアップでしたりして。何撮ってんだよ。花を撮りましょう。花を。自撮りですね。自撮り用のやつですね。うん。ユリの匂いがするわ。ずっと止まってる。終了です。リフトはまだ続いてますが、全体が見やすいかな、見えたいかな。あっちにあるの何あれ、なんだろうね。土だね、本当だよ。あれはあれか、雪をあれ、雪降った時にあれか、あっち、あっちにあるの。あれは全部、あれ雪降らせるやつとゲレンデ鳴らすやつ。鳴らすやつだよね、やっぱりね。いい感じでもこれ調理中ね。はい、ごめん。何でもエリちゃん頼んだからごめんね。これ何これ、いろんなのってわけわからない。これが、なんだ、山ぶどうは美味しいね。誰か分かる人説明してください。なんか教えてくれるでしょ。まずいろりの方からですが、いろりの方にですね、木のヘラがついておりまして、こちら木のヘラの内側に自家製味噌が塗っております。一生ヘラでございます。どんどん手に取りまして、お箸で少しずつこれでおつまみしてみてください。またですね、いろりの方にふっと倒していただいて、焦げ目がつくまで焼いていただきますと、焼き味噌としても香ばしくいただくことができます。
ですね。またお好みでどうぞご料理の方につけてお召し上がりくださいませ。また順番にですね、地鶏、玉こんにゃく、万代餅でございます。こちらの三本の串は一度火が通っておりましたので、どうぞいろりの方にですね乗せていただいて、温まればそのままお召し上がることができます。はい、お魚ですが、こちらニジマスの味噌漬けでございまして、こちらも自家製味噌の方に漬け込んでおりまして、味の方はついておりますが、こちらだけは生物でございますので、同じようにいろりの方に乗せていただいて、両面しっかり焦げ目がつくまで焼いてからお召し上がりくださいませ。また中央に置きますとですね、表面だけ先に焦げてしまいますので、中央から少し外していただいて、両面しっかり焦げ目がつくまで焼いてからお召し上がりくださいませ。またお膳の方ですが、黒と金色の器に入っておりましたのが、こちら鹿肉のたたきでございます。やっぱりそうだ、ほら鹿肉だ。隣にですね、白い小さい器ついておりますが、こちらがタレでございますので、どうぞおかけになりましてお召し上がりくださいませ。はい、また中央にあります白い陶器の器に入っておりましたのが、こちら大根と茄子の肉味噌揚げでございます。またお造りの方ですが、手前の方からイワナ、赤い方がヤシオマスのお造りでございます。当番ですが、こちら海鮮の宝生蒸しでございまして、火をつけまして蒸気がたくさん出てきましたら食べ頃でございます。食べたことないね。また鉄板焼きの方、こちらも火をつけましたらですね、お肉のところについておりますバターの方を敷いていただきまして、お肉、野菜と焼いていただきましたら、鉄板の手前にあります黒い器、おろしだれの方をつけてお召し上がりくださいませ。また一番手前にあります緑の六角形の器に入っておりましたのが、こちらホロホロ豆腐でございます。多すぎて覚えられない。当番と鉄板の火の方はどういたしましょうか。どうします。まだ大丈夫ですか。お任せしますけど、自分でやるんだったら、適当にやっちゃいますけど。あ、言っていただければ。あ、そうですか。じゃあまたその都度お願いします。はい、また火をつけていただきます。また火の方向に使いしておりましたので、お子様十分お気をつけてお願いいたします。はい、お一つでよろしいですか。お二つ。はい、あ、じゃあ、はい、ありがとうございました。じゃあ乾杯しましょう。飲んじゃったよ。ピンクのあれが、これがあれだって。うん、来たー。じゃあお疲れ様でした。乾杯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 。